久保さん、今回夢にしましょうか。夢ね。夢って僕ね、あ、叶うんだなっていうか、なんだろうな、叶ってたというかね。いや、本当に僕は夢って、夢って大体夢見るものだと思うんですよ。まあ、今、夢のような暮らしをしてて、あ、夢って本当に叶うんだなっていうのは僕は実体験であの体感したんですけど。まあ、当時ですね、あの僕が憧れてたのが、 ガキの頃ですねガキの頃に「鉄腕ダッシュ」まだやってると思うんですけど「鉄腕ダッシュ」のソーラー団吉くんソーラー団吉くんっていう企画があってそれは TOKIO、OK、のメンバーであのソーラーカーを自作で作ってでそのソーラーカーを走らせながら全国ぐるぐる海沿いを回るっていう企画だったんですね僕はガキの頃それ見てこれが仕事ですかみたいなめっちゃ楽しそうなんですよねめちゃくちゃ楽しそうなんですよ てか、それが仕事になってるんですよね。え、こんな仕事ってあるの世の中にみたいな。羨ましいなと思ってたんですよ。で、僕今、ね、あれからもう何十年か分かんないですよ。2三30年か、多分二20年ぐらいは経ったと思うんですけど、30年か分かんないですけど、多分ね、中学校ぐらい見た時かな。でも、あんな生活したいなと思ってて。で、今はね、僕、同じようなね、生活ができる。まあ、YouTube ができたっていうのもありますけども、まあ、全国、自分の好きな車でね、回って、 でまあ、ビジネスするっていうのができるのであガキの頃み夢見てた憧れてた生活ができてるなっていうね本当にまあね34売りましたけど一回ね僕は良かったなと思うのがまあこれも本当忘れない思い出ですけど鹿児島から北海道の宗谷岬まで自分の34で行ってねあの青森の大間からフェリー乗っけて函館まで行ってで あの北海道めちゃめちゃ回ってでその、まあ、北海道回ってる時もねまあセールス宗谷岬でセールスしたりとか <laughs> であの納品も車の中でワンツー動画撮ったりとかね購入ありがとうございますみたいな <laughs> 本当にあの、うん、車で移動しながら仕事ができてビジネス仕事なんかでしかも、うん、なんか楽しいみたいな。 <laughs> いやほんとねネットありがとうですねもしネットがなかったらねこんなできなかったと思いますけどうん叶うもんだなと思いますねだからまあやれば叶うんじゃないですかうんその ZOZO タウン作りたいとかねそのソフトバンクみたいな会社を作りたいはちょっとわからないですけどなんか好きな車で全国回りながら仕事したいとかねまあそれぐらいの夢とかあれだったら憧れとかだったら叶うと思いますよ今は あ,あるんで。デバイスもあるし、環境もあるし。だからね、宗谷岬行った時にね、北海道の一番上のね、何もないね、宗谷岬のとこでも、道の駅に Wi-Fi がありましたから。そう。今ね、道の駅にね、ほとんど Wi-Fi 通ってるんですよね。すごいですよね。田舎の道の駅でも <laughs>。またね、僕、あの Z4 手に入れたんで、また Z4 で今度また、鹿児島から、えー、なんだ、宗谷岬行きます。また。 だから3、4もいでも行って、Z4 でも行くっていうね。でオープンカーでね、久保さん、オープンカーで北海道を走ったらめちゃめちゃ気持ちいいでしょうね。もうワクワクしてるしかないですねいや。北海道の道めちゃくちゃいいんですよ。いや北海道オープンカーで走りたいですね。めちゃくちゃ気持ちいいでしょうね、うん。でもこれ普通に会社員だったらできないですからね、そんな自由に。 ありがたいなぁと思いますね。うん別にどこ行ってもね、やること変わんないですし、どこ行ってもセールスできるし。僕は4月1日からね、明日からあの24時間限定でコピーライティングの商品を売るんで、そう、これいいっすよ。24時間限定ですけど。<laughs> やっぱ文章必要ですからね、コピーは必要なのでうん。はい、ということで、やりましょう。いってらっしゃい。